んちゃー、寝起きのしおちゃんです。はい、ちょっとね、起きてパパッと軽くご飯食べて、女の子なんでメイクだけしましたということでちょっとそんなテンション高くないかもしれないですけど、早速マゴチをさばいていきたいと思います。これです、じゃんはって感じだと思うんですけど、ちょっとね、釣った日翌日すぐね、ちょっと家に帰らず、ちょっと時間が空いたので内臓だけ取って保存しておりました。はい、かわいそうなんでね、早くさばいてあげたいと思います。一旦出します。じゃん、こんな感じ。ちょっとまな板より大きいかな。うん、可愛くないではさばいていきます。まずね、ちょっとこの背びれとかヒレ系がね、ちょっと危ないらしいので、ハサミで切っていきたいと思います。こんな感じ、なんか一本ビーってあるんじゃないんだ。なんかじゃあこっちから切った方がいいか。なんかね、結構よいしょ、結構鋭いからね、意外に硬いし、これもこんな、なんか何も考えてなさそうな顔なのに、カットで、なんかお手手は大丈夫らしいけど、切ろ、これも危ないらしい、かって、なんじゃこいつ、硬すぎだろ。あ、よかった、どう飛んでったかわからなかった。とりあえずね、私おっちょこちょいだから、危ないところは全部切る。では洗っていくというか、鱗を取っていきます。これ頭もあるの、鱗って。お腹は鱗あるの？ないか、わからない。よし、では早速さばいていきたいと思います。頭から落とさないといけないんですけど、なんかこの辺？お腹、内臓は取ったから、うわ、なんか全然わからんな。一回動画見たけどさ、ここちょっと待って、ヌメヌメしすぎて、ボキボキ言ってっけどさ、わかんない、これかな、
切れないんだよね、頭が。骨はもう切れたよね。でも多分切れた。取れたよ。ピント合ってる？取れました頭。はい。ここでね、普通だったら一緒に内臓を取るみたいですが、もう内臓は取ってるんで、はい、先へ進みます。この中骨かなを断ち切りながら行くらしいんですが、おお、なるほどなるほど、結構固めですね。よし、一本ずつ断ち切るイメージで。あ、身がもうすでにやばい。修正をかけねば。かかるのか途中から修正は。おお、こっからはもうジョギジョギいってるけど、あ、そうだよね、綺麗にいけるってことはそれだけ身が、あー、身がやばい。これはちょっと、これは後で骨をしゃぶらないといけないな、俺もったいねー。さあ今度はどうですかね。手応えはさっきよりはあるよ。よし、さあオープン、でん、おお、まあ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 、こっちの方が見えるかな。こっちの方がね、ちゃんと骨が一個一個分かる。2回目の方がうまくいきました。ただ最初はこの辺完全に身ですね。はい、まあしゃあないですね、初めてやったんで、まあ上出来でしょ。はい、ってことで次は腹骨をすいて皮を引いていきたいと思います。あ、てかこれも取らなきゃだよね、普通。そうだよね、これも外さないといけないよね。なんか内臓を先に取ったからさ、わかんないけどさ、これ硬いからいらなくない？独断と偏見というのか、とりあえずなんか硬いし、なんか食べれなさそうだしみたいな理由でちょっと切ります。はい、じゃあちょっと早速、なんか腹骨がなんかギュッて曲がってる、湾曲してるらしい。マゴチは知ってるかみんな。とりあえずむずいな、むずいな、なんかね、ヒラメの時とか結構骨を残したまま切ってることとかがあったから、できるだけそれは避けたいけど、骨に当たってんのかな、ギコギコ言ってるし硬いし全然歯が通らねえ。いやね、結構視聴者の方コメント欄でね、まあ、自分でも思ってたんですけど、包丁をねちゃんとした方がいいよっていう声があったんで、私包丁を今作っております。はい、包丁屋さんで作ってもらってるんですが、それがね今撮影日の約2週間後ぐらいだと思うんですけど、まだもうちょっと時間かかるということで今待ってる状態なんですけど、あ
その時にマゴチさばきたかったわ。新しい包丁が入ってきて。マジで全然切れんし、まあこれはちょっと私が下手くそなだけかもしれないけど。マジで本当、これ腹骨じゃないのかな、私がこれも触ってるの。ちょっとこっちで一旦やめるか。どうやったら切れる？もうなんか骨をすくっていうのを諦めるしかなくなってきた。なんでよ、身がどんどんボロボロになっていく。なんかね、新しい包丁だったらスパッとこう切れ味最高で身もボロボロになることなくできるんだろうけど、これ本当に身がなくなってるけど、つけない、もういっか、断ち切るか。でもここのね、身は美味しいらしいんですけど、どうしよう、もう最悪無理の時はバツッといって、ここを唐揚げにとかも動画言ってたしな、ちょっとできない、もうごめんなさい、切ります、ちょっとできません。私にはちょっとまだ早かった、ごめんなさい、もうちょっとここだいぶ肉あるけど、ちょっと違う食べ方します、ごめんなさい、もう身の安全を考えました。これ以上やったとて結局美味しくいただけないと思う。よし、とりあえず皮を引いていきます。てかさ、これなんか取れ始めたんだけど、ここ壊れてきちゃった。私が苦手な皮引き。でもなんかマゴチは皮が結構分厚いから引きやすいって動画で言ってましたね。で、皮を引く感じでやっていくと。切れねえな、おい。これも新しい包丁が来たらスパッといけるんですかね。おお、まあ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 、あ、抜けちった、抜けちったよ。お、イエーイ、できた、スパッといったよ。こっちもね、何だったっけ、何の魚だったっけ、めっちゃ皮引け下手くそで、ああ身がなくなっていくっていう。ヒラメだったっけ。最初の方は危なかったですが、なんとか引けました。とりあえずどうさばくか、さばくじゃん、なんかちょっと邪魔だよ。とりあえず薄くやってったらいいのかな、こんな感じ。なんか分厚くなっちゃったけど、もういっか。あ、なんかこう硬いよ、ここ骨があるよ、全然見えんし、腹骨の残骸。なんかここも硬い気がする。
ょっと骨が最後残ってるけど、はい、はい、ということで、はい、じゃーん、できました。今回は何、スズキと違ってちっちゃいお魚さんだったんで思ったより早くできました。では早速いただきます。じゃーん、できました。ついでに余った部位でお吸い物と煮物作りました。なんか唐揚げとかの方がいいかなと思ったけど、揚げるのめんどくさかったんで、お吸い物と煮物にしてみました。はい、では早速いただきたいなと思います。はい、ではいただきます。乾杯から。乾杯。おいしい。ちょっとね、今日は準備するのがめんどくさかったのでここで食べたいと思います。ちょっと映りがね、どうしていいか分かんなかったんで、椅子じゃなくて今正座してるんですけども、はい、気にしないでください。なんだっけ、わさびと生姜とネギを準備しました。で、醤油とポン酢ですね、それぞれいただきたいと思います。まずはちょっとお醤油わさびから。ではどんな味なんだろう、初めて食べる。いただきます。うん、うまっえ、ヒラメ、なんか鬼おこぜよりは弾力はヒラメに近いけど、なんだろう、結構身に味がある。淡白すぎないっていうのかな。え、おいしいな。ちょっともう一回。うん、甘みが強いかなって思います。ちょっと今度はポン酢でいただきたいですね。なんか食べ方としては、なんかさばいた後に調べたら巻いて食べるみたいな書いてあったけど、そんな巻くと思ってないから、そんなでかく切ってねえよってね。では生姜とネギをのせてポン酢でいただきます。うん、なんかまた違う味がする。ネギも美味しい。ちょっと何もなく食べてみようか。ポン酢で食べるとヒラメに近いなって思うけど、これはこれで美味しい。なんか刺身は私は醤油の方が好きだけど、全然ポン酢でも美味しいなって思えるお魚だなって。うん、美味しいよ。ちょっとね、せっかくだからお吸い物いただこうか。ただね、ちょっと私熱いんだよね、飲めない、飲めない、おつゆ飲めない。ちょっとどうしよう。身だけ、さっきねわざと骨につけた身をいただきます。なるほどなるほど。茹でるというか、お吸い物にするとちょっと硬くなる、弾力があるっていうのかな。味もそんなに濃くなく感じる。カサゴとかの方がうまみがあるかな。でもあっさりしててすっごい美味しい。好きよ。美味しい。じゃあ煮物は、いただきます。なるほどね。なんか火を通したら硬くなるイメージ。
なんか柔らかくホロホロって感じじゃない、まあ、私の作り方の問題かもしれないけど、なんか煮たりするとヒラメとなんかちょっとまた変わってくる気がする。お刺身でお醤油で食べるとヒラメに近いかなって思ってたけど、意外に火を通すとまた別のお魚だなって思います。うん、でも美味しい、味はすごい美味しい、淡白だし癖がない。魚臭いのが苦手な人とかは好きかもしれない。私は魚臭いの好きなんでね、はい、いやでも淡白ですごい美味しいと思う。うん、やっぱりそうだな、私はお刺身が好きかな。はい、ということでお待たせいたしました、あの時間です。今日も来ました、あの時間。今日はやっぱりお刺身が私好きだったので、お刺身を食べていただきたいなと思います。お醤油で、私はお醤油が好きだった。うん、みんなは何が好きかなまあね、ちょっと一生懸命ねさばいたからお刺身を食べていただこうかな。この真ん中の方の大きいやつをねみんなにあげたいって思うわさびもちょんちょんとつけて、よし、では行きますよ皆さん。ではいってらっしゃい。あげません、はん、はい、浄水器の排水がこのタイミングででは気を取り直して大丈夫か本日もご視聴最後までしていただきありがとうございました。最近ちょっと長く動画がなっちゃって申し訳ないですが、見てくれてる皆さん本当に感謝しております。これからも頑張るんでね、ぜひ見てくださいではでは、次回の動画でまたお会いしましょう。バイチャー。